フローレンス・ケート・アプトンのサシ絵ゴリウォーグは19世紀末に、イギリスの児童文学者、サシ絵画家フローレンス・ケート・アプトンが考案したキャラクター。当初はぬいぐるみ様のキャラクターとして絵本に描かれて、いたが、1960年代以降子供向け玩具にも、用いられ、欧米やオーストラリアで多大なる、知名度を誇るようになった。 漆黒の肌と縁の白い目、おどけた唇に宿毛が特徴で、特にアメリカでは、反国人勢力による風刺画にたびたび描かれてきた。こうした経緯から、一種の児童文化として保全すべきとの声がある一方で、奴隷制をはじめアフリカ系に対する人種差別が、生々しかった時代の遺物として葬り去るべきとの、 批判が後を絶たず、ゴリウォーグに対しては今なお白熱した議論が、戦われているのが現状である。ただ、人種差別への認識が高まるにつれゴリウォーグの人気や、売り上げが落ちたのは否めなく、人形の製造業者も、従前の特徴は元より、ゴリーや、ゴリードールなどと名称を変えた上で売り出している。 ゴリオーグと白人の子供フローレンス・ケイト・アプトンは1873年、ニューヨーク州クイーンズク・フラッシングにて3年前に、イングランドから移住した両親のもとに生まれる。14歳の時にジップが死亡すると、母や姉妹を連れて、イングランドへ帰郷し、数年間絵を描いたりして過ごす。1895年には、美術学校に通う傍ら、諸女作、 二つのオランダ人形とゴリオーグの冒険を発表。本作にて、ゴリオーグという黒人を模したキャラクターが初めて登場するが、ミンストレル賞の伝統を踏襲し、肌が黒く真っ赤な唇をした、もじゃもじゃ頭のノームとして描かれ、衣装も同様に赤いズボンと、蝶ネクタイ、青いジャケットが特徴であった。アプトンが表した一連の作品群はイングランドで、 大成功を収め、同時にゴリオーグの名もあまねく広まった。結果、同様の人形やイラストを指す、一般的な名称となった。ゴリオーグ人形は20世紀に入っても子供たちの間で人気が衰えることなく、イーニッド・ブライトンの作品にも英雄として描かれるなど、イギリス国内における商業や文化に深く浸透した。なお、アプトンのゴリウーグは陽気で勇敢なキャラクターであった。 ものの、時を減るごとに邪悪で恐ろしい性格へと変貌を遂げている。やがてゴリウォーグの名は、ヨーロッパ大陸にも広がり、児童文学や人形、玩具、女性用香水、果ては宝石にまで用いられるようになった。ゴリウォーグをあしらった1920年代の香水瓶このほかイギリスのジャム製造会社であるロバートソン社では、1910年より、 ロバートソンズゴリーなるゴリオーグをモチーフとしたマスコットを起用。1920年代以降は商品のおまけとしてゴリオーグが描かれた反則用バッジの製造を開始した。しかし、1983年代ロンドン議会から抗議を受け同社の製品がボイコットされる始末となり、その5年後にはテレビ CM からゴリオーグが姿を消した。なお、 バズチ自体は2001年で製造を打ち切ったため、現在では極めて高値で、取引されることが多く、希少品ともなれば1000ポンド以上に跳ね上がるという。アプトンのデビュー作発刊以後、ゴリウォーグという語は、玩具などに用いられるとともに、黒人を表す、一般的かつ人種差別的な名称となった。イギリス及びコモンウェルスでは、ゴリウォーグから派生した、ウォグという表現が、 黒人に対する別称として広まった。また、オーストラリアにおいては、ギリシア、レバノン、シリア、そしてその立ち中海沿岸地域の血を引く、若年層が、ウォグと呼ばれていた。こうした同国の大衆文化の例としては、2000年公開の映画、ザ・ウォグ・ボーイがある。2007年3月には、マンチェスター市警察が通報を受け、2体のゴリウォーグ、人形を押収したほか。 同年9月小売チェーンのザラが、イギリス国内の店舗でゴリウォーグ2の女ジ,ジをプリントした T シャツを販売したのが問題とされた。また、2009年2月 BBC で、全豪オープンを放送後、レポーターを務めていたキャロル・サッチャーが、フランスの黒人選手、ジョー・ウィルツ・オンガをゴリウォーグみたいと発言、その後 BBC により、本当を書いた表現として、批判を受けるも、 サッチャーは、幼少時に見た、ビンイリジャムのことを言及したに過ぎないと反論するなど、21世紀に、入ってもゴリオーグをめぐる問題が改めて浮き彫りとなった。ありがとうございます。